はい、本日はですね、脱おじさんボーナスのおすすめの使い方5選ということでね、ご紹介していきたいなというふうに思います。ということで、今回はですね、なんと38歳以上の方に向けて動画をお伝えしておりますので、若い方はあんまり該当しないかもしれないですけど、僕もね今33なんですけど、まだ38お前なってないやんけって感じなんですけども、もう僕こうやって表舞台立たせていただいてるじゃないですか。皆さんこうやって最近スマホで見てると思ったらね、なんかどうやらテレビ画面で見てるっていう方も結構いらっしゃるんですよ。おいおい、テレビ画面でおじさん見られるってちょっとちゃんと知らなあかんなと思って、僕も結構いろいろと服って着る前から体型、そしてまあ顔のね、ニキビいっぱいできてたりとか、こうできもんいっぱいあるね、体もブヨブヨ太ってるんだったら、ちょっと表舞台で喋るのは無理じゃないですか。だから僕もいろいろと気をつけてることがあって、特にこの5選はめちゃくちゃ効果ありましたよっていうところをね、お伝えしていきたいなと思います。これは全然案件でも何でもございません。僕が試してるものだけをお伝えしていきますし、なんやったら店も紹介しません。なのでもう案件じゃなくて、僕自身が個人的にやってることで、僕自身が個人的にやってよかったなっていうことをお伝えしていこうかなというふうに思います。っていうのも、普段の毎月の給料とかでそんな美容に金かけたりとか、わけわからんところに金かけられへんでと思うんですけども、今回いかんせんボーナスですから、ボーナスが出るんやったらちょっと話が変わってくるでしょうということになっておりますので、まずじゃあ一つ目っていうのがね、何かっていうとですね、スーツですね。オーダースーツということで、スーツの身長がね、個人的にはいいかなというふうに思ってます。っていうのも、僕スーツね今5着ぐらいあるんですけど、全部オーダーです。オーダーじゃないと基本的には作らんくて、人間ってやっぱそれぞれ、人それぞれ形があるんですよ。で、洋服ってね、SMLXL ってあるんですけど、そんなね4タイプしか人間おらんっていうことないんですよ。絶対にもっとタイプってあるんですけども、どうしても既製品その中でこう着ていかなあかんっていうのはまあ仕方ないじゃないですか。で、まあそれを考えてストレッチ素材が効いてたりとかっていろいろあるんですけど、スーツはいかんせんクラシックやから伸びたりしないんですよ。まあ今ちょっとそんなが出てきたりしてるけども、サイズがあってスーツって仕事場ではもはや邪魔なんですよね。説得力も失うし、仕事決まるもんも決まらなくなってくるから、まあ、スーツに関してはきっちり合わせた方がいいでしょうということで、まあ、僕はねスーツ大体オーダーする時とかって2着で6万とか7万とかそんな10万ぐらいか、だから1着5万ぐらいのねスーツをね買ってるんですけど、それだけでもね全然まあ肩幅とか着丈とかきっちり合ってるじゃないですか。僕何回かスーツ着てる動画あったと思うんですけど、あれは全部オーダーです。オーダーで肩幅合わせて、僕の場合ってね肩がちょっと華奢やからパッと入れやんとダメなんですよ。だからパッと入れることでよりなんて立体感が出てくるからパッと入れると、で逆に肩ある人はパッとなしにした方がいいと思いますし、あとそれと僕足が短く見える体型してるんですよ。ウェーブっていう足が短く見える体型してるから、着丈上上の着丈を短くするんですよね。そしたらより足が長く見えるとかっていうのもあって、僕普通のやつより丈ね結構短くするんですよ、いつもね。そういう風に、まあ、それぞれの皆さんのご自身の体とか体型あると思うので、まあ、そういうところに合わせてオーダースーツを作っていく。ただスーツ屋さんってね、スーツの採寸は上手なんやけども、その人の顔に合った形とか、その人の体型に合った着丈の長さとかっていうのは見るのってそんな教えてもらってないじゃないですか。だから僕今現在勉強しております。その人々に合った体型、そして骨格、顔の形、パーソナルから全て勉強して、何十万も払って勉強しに行っておりますので、そういったね皆さんを良くなるサービスとかっていうのも作ろうと思ってますので、また楽しみにしておいてください。はい、ということで、まあとりあえずはオーダースーツ、まあ5万とか、何万円ぐらいのやつ買ってみようかな、2着で10万ぐらい、まあ買ってみたら全然あると思うので、まずそれやりましょうと。で、次のおすすめっていうのがやっぱり化粧水ですね。僕YouTube の平凡な一日っていう、誰に需要があんねんっていう動画で、よく平凡な一日で化粧水バチャ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 してるんですけども、それ見てね、僕も化粧水つけるようになりましたって言ってくださる方いらっしゃるんですけども、注意点がございます。何かというと、化粧水だけではものすごい肌乾燥します。っていうか、むしろ劣化します。だから化粧水つけときゃええんやと思ってバチャバチャつけてても、ちゃんと蓋してあげないとあかんんですよ。化粧水ってめっちゃ蒸発するからね、もうシワとかシミいっぱいできてくるので、化粧水した後は乳液っていうねやつをもうベチャ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 しといたらいいんですよ。もうそれ以上考えることはございません。そしたら乾燥しないので、特にこの冬は1回逃すだけでシワが何本も増えていきます。で、その後シミも山ほどできてきます。で、わあのおっさんシミだらけやとか、あのおっさんシワだらけやって言われたくないじゃないですか。でも僕らってもう今やっとかんと負けちゃうからね、負けちゃうっていうか、まあそういう人を腐ってきちゃうからね、まあ今とりあえずやっときましょうと。で、化粧水はいつも言ってます、とにかく安いやつをベチャベチャにしといてください。で、乳液も何でもいい、ただ僕使ってるやつは僕使ってるやつで一応説明欄載せてますけども、そんな一緒じゃなくても何でもいいです。もうとりあえずそれで保湿しときゃいいっていうところが2つ目で、3つ目っていうのが何かっていう
というと、マットレスね、あの寝る時のマットレスもしくは枕っていうことになってて、なんでなんかというと、人間24時間のうち3分の1も寝てるんですよ。8時間、まあ僕は8時間寝るけども、まあ人によったら6時間の人もいてるかもしれないけど、そんな寝る時間長いのに適当なマットレスになってたら疲れ取れないんですよ。だから僕マットレス変えたのね、何年前かなんかに変えたんやけども、2年か3年ぐらい前に変えて、よかったから僕おかんにもプレゼントしたんですよ。自腹で買ってね、プレゼントしてるんやけども、それ以降ね、こうパッて朝起きた時に、うわしんどいな疲れてるなっていうのがなくなったんやけども、逆にビジネスホテルとかよく僕県外行ったりするんですよね。ホテル泊まるじゃないですか。ホテルのベッドのマットレス悪すぎて普通なんですよ。それが普通なんやけども、家のが良すぎるからちょっと外泊まったりしたら、もう体ガチゴチなんて、こんなマットレスで寝たらそれは疲れ取れへんなって思うぐらい他が悪く感じるんですよ。だからマットレスはある程度いいものを買っといてあげた方がコスパいいですしね。結局それで疲れたなんや言うて、なんかマッサージ行かなあかんとかね、でなんかあのシップ貼っとかなあかんとかって言い出したら、そっちの方が高くつくから、もう先にバンって払っといた方が、あとあとそんなシップなんか払んでいいしね。マッサージもね、睡眠が悪くて行かなあかんっていうことがなくなるので、とにかく僕は、まあ、これからちょっと引っ越しも控えてるんですけど、もう一個マットレス新調しようと思ってます。2つ体制でやろうかなと思ってて、嫁がね151センチか2センチしかないくせに、私シングルじゃちょっとちっちゃいって言って、ね、シングルなんか小学生のベッドに寝といて、あの151センチが小学生のベッドに寝といてええのにと思うんですけども、まあそれは本人には言いませんけどもね、まあ、彼女はそういうところで、まあなんかあのセミダブルのマットレス買ってねと、私が新しい方のあの使いたいんだよと、今使ってるダブルのベッドのマットレスはちょっと古なってきたから、それはもうタックンが使ってると、新しい方は私使うんだよと言われてるんですけども、まあ、それぐらい夫婦は気に入ってます、我が夫婦はね。っていうのが3つ目で、4つ目が何かっていうと、ホワイトニングですね。で歯、僕歯はねホワイトニングをやってるんですよ。でホワイトニングやっててこう白くなるようにしててね、たまにこうニコって笑った時にめちゃくちゃ真っ黄色の人いてるじゃないですか。僕あれめっちゃ目に入るんですよね。うわ真っ黄色やなと思って、やっぱ黄色いとめっちゃ老けて見えるんですよ。で老けるし清潔感ないし汚いってなってくるので、もうおじさんっていうだけで汚い扱いされるのに、そこでマッシュや黄色い歯してたらもっと汚いじゃないですか。それ嫌やなと思ってホワイトニングはしております。でホワイトニングもなんかいっぱいあったりするけども、かかりつけの歯医者さん行ってください、でホワイトニングしたいんですけどって言って、プランいくらありますかって言ったら、僕なんかホワイトニングやってるの家のやつなんか1万円とか1万5千円ぐらいでできるんでね、まあ、それを継続しとけば歯は白くなるし、僕もともと歯黄色かったんですよ。あのタバコとかずっと吸いまくってたからね、もう真っ黄色やってきっとなかったんやけども、まあ、ホワイトニングをするようになって、歯医者さんからもね、歯綺麗ですねって、あの歯白いですねって言われたら、何がいいのかっていうと、ホワイトニングすると勝手に笑顔に自信がつくんですよ。こうやって笑った時に歯が黄色くないから後ろめたさがないんですよ。まあ、歯並びは僕悪いけどね、出っ歯から歯並び悪いけども、後ろめたさがないけど、歯が黄色かったら笑えないんですよ。ふふふって笑えたらあかんじゃないですか。ほんであいつ顔もキモいなってなってきたら困るじゃないですか。ほんならやっぱ歯はちょっと白くしといてあげた方が、こう満面の意味でこう後ろめたさなしでアハハって笑えるじゃないですか。ほんならおじさんやけど爽やかやねって言ってもらえるのか、おじさん臭そうやね、汚そうやねって言われるのは、こう運命の差がありますよね。僕は個人的にそれは大事なんじゃないかということになってまして、で最後は何かというとですね、トレーニングウェアを買いましょうということで、いかにもファッション系っぽいですよね。私服ももちろん大事ですよ。やけどどうしても皆さん太ってる時ってね、自分では気づいてないけど周りは分かってますよ。あ、丸いなっていうのは自分では思ってないんですよ。いやまあ若い時に比べたらそれはちょっとウエストもあのきつなってきたけども、まあそれでも俺まだまだ若いやろと思ってるじゃないですか。全く若くないから、もうそれはおじさんの始まりなんですよ。なのでおじさんはとにかく運動しとかんと体型はシュッとしません。で僕もねこんだけ偉そうに言ってるけども、やっぱジムは行ってますし、ちゃんと運動はしてるし、歩く歩数とかカロリーとかも計算してるんで、なんでそんなことしだしたかっていうと、今年の夏ぐらいね、僕マックス太って 73g まで行ったんですよ。で僕178センチの今まで YouTube 始めた時65とかでやってたんですね。178センチは変わらずだけど、73まで行った時にどうなったかっていうと、服着こなされんくなったんですよ。で服が着れなくなってきてね、で服はまあ着れますよ、物理的には着れるんやけども、着こなせない。だからこうパッて決めたとしてもそれっぽくならんくなったんですよ。でこれやばいなと思って、そっからちゃんとやって、今66キロまで落ちてきたので、もうほぼ最初ぐらいまで落ちたんでね、まあ、7キロぐらいからガーンと落としてね、5ヶ月ぐらいかけてジュン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 と落としていったんですけども、まあそうやってとにかくトレーニングウェアとかでこうテンション上がるんです。ノーストレスのトレーニングウェアとか買っといたら、あ、まだちょっと行こうかなとかね、ちょっとええ靴買っとったりしてね、まあちょっと運動してみようかなってなるじゃないですか。だから僕はそういう感じでトレーニングウェアを結構変えたりとか、あとなんか手袋とかもつけてますけどもね、そういうモチベーションを自分で上げてトレーニングしとったら、やっぱ最近
会う人会う人にね、夏場は言われんかったけど秋口ぐらいからね、スタイルいいですねとかね、細いですね、シュッとしてますねって言われることめちゃくちゃ多かったんです、ありがたいことに。だからやっててよかったなっていうところがね思いますし、あと僕の2年か3、4年ぐらいかな、始めた当初の顔つき見てください、全くちゃうから。でなんでちゃうのっていうと、今言ったことほとんどやってなかったんですよ。ほとんどやってへんくて、まあ、まず最初スーツに関してはまあそもそもその時も着てへんから、まあまあそれはええんやけども、次の化粧水で、化粧水もまあやったりやらんかったりみたいな、やる時もあるしやらん時もあるみたいな感じだったから、やっぱカサカサなってるしね、28とか29なんですよ、29とかなんだけどカサカサなってるってことやったし、それ以外にもマットレスもいいマットレスで寝てないから目の下のクマできてるんですよ。でね、不健康そうな目が死んだ顔してたからね、これはちょっとあかんなと思ったんやけども、まあそんなことがあったりだとか、あとホワイトニングもしてないから歯も黄色いんですね、タバコも吸ってたし、タバコは28でやめてるんやけども、今33でね5年ぐらいやめてますけども、やっぱタバコ吸ってる人って歯も黄色いし歯茎も紫になってるじゃないですか。だからやっぱせめて歯ぐらいはですね白くしといた方がいいなと思って、でそんな値段もかからんし、歯矯正するのは高いですよ、矯正はさ100万とかするけども、ホワイトニング白くするのはね2万もかからんからね、もう1万とかでバーってできるから、まあそんなのやっといた方がいいんかなということでね、今回は脱おじさんの、ボーナスの使い方、これやるだけで全然周りからの反応が変わります。だから自分自身が変わってるなとかじゃなくて、周りの反応がえらい変わるので、ね、ぜひぜひ皆さん、僕はこれは効果やってよかったなっていうやつなんですけども、まあ、皆さんもしなんかこれやってよかったよとかっていうのがあればね、ぜひ僕取り入れたいので教えてくださいということになってましたっていうのが本日はですね、脱おじさんのボーナスの使い方5選ということになってました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。